おはようございます。はい、おはようございます。今日は心拍の針金掛けをやりたいと思います。この素材いろいろ入ってきた中の、いっぱい最近入ってきたんですけど、これぐらいのサイズの心拍が増えましたね、まだいっぱい残ってますので、全部が全部いろいろ曲がってるやつなので、個性があって面白いですので見に来ていただければなと思いますけども、その中の1個をちょっと僕が針金かけてみて作ってみようかなというふうに思います。で最後植え替えまでいければ一番いいかなと。はい、はい、やっていきます。はい、で、まずこの木なんですけど、多分ね、こっちが正面だったはずなんですよ。いや、僕ここで作ればいいじゃんと思ってずっとここで見てたんですけど、こっち側、はい、逆ね、こっちね、ここがまずいらないんですよ。そうすればもうちっちゃい半径みたいな、裏枝ちっちゃくしちゃえば、頭と差し枝もできてると、もうできちゃってるんで、ほうほう、いい大きさのやつができるんですよね、うん、なんでそういう感じにやっていこうかなと。はい、まずはちょっと掃除からなんですけど、はい、やってって、でその後針金をかけていこうと思います。はい、本日の動画は平久盆栽さんの提供でお送りいたします。平久盆栽さん、ありがとうございます。じゃあやっていきます。はい、まずはここが正面とした時に、ここの部分っていらなくなるんですね。後ろの部分ですね。はい、ここも全部取っちゃいます。はい、で後ろなんでそんなに陣みたいな感じには作らなくてもいいのかなと思うんですけど、本当いっぱいいる、一つのとこから出てる、気持ち悪いですね。気持ち悪いです。コブみたいになってるね。でこれもいらないかなって思ったんですけど、ただ裏枝で使えるかなと思ったんで、とりあえず残します、こういう風に、はい、なので、ここは全部点、まあ、陣にしちゃう感じ。これ同じところがいっぱい出てるんで、幹の感じがこれあんまり綺麗じゃないですね。これはあれですね、結構スピードで、まあそうですね、これだけでももうできてるような感じしますけど、ね、ちょっと視点を変えるだけで切ってすごくすぐできちゃう、変わるんで、なので今の木が全部が全部正解じゃなくて、自分ならどうしてみようとかっていう考えてみると切って変わってきますよっていうのを伝えればなと思います。なんか木買う時もここいいなってところ見つけたらそこをどうやって生かすかとか、そうですね、考えて買うことが僕は多いかな。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ次は幹掃除していきます。はい、この木は、まあ、今回はシャリ付けしませんけども、まあ、前回心拍のシャリと陣を作りました。はい、その中の動画と同じように彫刻刀とかでシャリっていうのをつけてあげると厳しさとか動きが出てくるので、この木もよりつけてあげると面白い木なんじゃないかなというふうに思います ね、 そうですね、ちゃんとねじれてますからね。そう、これだけねじれてるとね面白いですね、シャリ削るのが、ねじれてない木だとどうしてもまっすぐになっちゃうんで、ああどうしようかなって考えたりするんですけど、こういう木だとね、ピーって上に向けば、その通りにシャリができるんで、面白いですよね。それもあの木選ぶ時のポイントかもしれないですね。そうですね。なるべく動いていて、捻転してたりとか。心拍が特にいいですよね。はい、こういう時に役立つのがブラシです。はい、真鍮の。真鍮じゃないかな、これは。んそれ真鍮じゃない、ステンじゃない。ステンなんだっけ、ステンじゃないかな。真鍮だったと思いますよ。これ真鍮だって色が違うでしょ。そう、これはどこで買えますか。これはあの盆栽球ストアで買えるんで、 T シャツも多分まだ買えるんで、はい、よろしくお願いします。 T シャツは2色展開、2色展開、あの赤はねちょっともうちょっと暗くしてくださいってちゃんと依頼かけたんで、ああもうちょっと落ち着いた感じになるっていう、はい、はい、こんな感じで、できました。では次は針金かけていこうと思います。はい、で太いところはあんまりかけないんですけど、ちょっとこの辺をちょっと内側に入れながら作りたいので、太いこの差し枝となる枝とここら辺までかけて、はい、あとは細かいので終わらせようかなと思います。はい、それってなんか膝の上で針金かけること多いですね、商品だとそうなの。
癖。僕だけ癖わかんのかな。みんなどうしてんのかな。でもあんま膝の上に置いて針金巻いたことないなって。そう、え、どうかね、こうやって。いや、別に。でも大体そうなってる気がする。うん。もう水が。すげえ、水滴が飛んでる。はい、じゃあ今度細かいのやっていきます。はい。全然自分にかかってんだけど。風で、うわ、こっちまで飛んでくる。風が強い。はい、針金掛け終了。終了しました。まあ、あの太いところを少しかけて中に入れるような感じで、うん、今後ちょっとね、これがもうちょっと伸びてくると一番いいかなと思います。そうですね、今二の枝が、ん、ね、っていうのか、そう、でかいんです。前に出てるんですよね、はい、これもともとこっちにあったやつなんですけど、なんとか短く見せるために内側に持ってきた感じなんですけど、それでもまだ出てるので、うん、ここ、その次はここが伸びてくれば、はい、一番理想形かなと思います、うんうん。ただこれでしっかり養生しとけば、この辺も充実してくるので、はい、いい木になるんじゃないかなと思います。でこれ植え替えしていきましょうか。はい。でこういう木だとやっぱり西方とか、うん、六角とかそういうような鉢があると思いますので、ちょっと見つけてきてそういうのに入れていきたいと思います。はい。さて、ソジェンの鉢置き場なんですけど、いろいろ入ったんですよ、この鉢が。まあ、なかったんです。うん、これ新しいでしょ。ちょっと新刀のやつで、うん、新刀というか今の中国鉢なんですけど、これ入ればいいけど入らないかな。これででかいですね、うん、なんか合うかもしれないですね。そうですね、これにしましょうか、うん、はい、これもちょっとでかいやつですね。これかこれなんですけど、これとこれ持ってって、はい、合わせてみましょう。風が強い。ちょっとごめんなさい、一点、うん、こことここをちょっと引っ張りたいと思います。はい、そうすると短く見える、あの全体的にキュッと見えるので、はい、一番細いやつで22番で針金の隙間と、はい、針金の隙間に入れてキュッと結ぶ感じで縮めます、はい、うん、縮まりましたね。さっきよかどうでしょう、縮まった。これが内側入りましたね。入った。だって1年だがね、出ましたよね。出たよね、じゃないですかね。はい、じゃあ理解していきます。はい、まず抜いて、うん、ちょっと軽く入れて、あ、ちょっと待って、先にね、穴先に網を穴に網を入れときましょう。穴っつって、2つできました。はい、で、これをちょっと崩してみて、どっちに入るか、どっちに入るかということで、あー、発泡スチロール入ってる。ん？発泡スチロール？ん？なんかあるんですか、そういうの。たまにありますね、これね。水はけ良くするために、うーん、か、と、あと、あれじゃないかな、穴をセットしてないんじゃないですか。結構そういうのはあります。底網の代わりに、代わりに、めんどくさい人はやっちゃう。へ、水はけがいいんで、うん、あの発泡スチロールは、あのたまに割れた鉢とかでやる人もいるけど、はいはい、でも元気そうじゃないですか。ね、元気そうで、今植え替えは適期ではないんで、はい、終わったら、まあ、ハウスとかちょっと室内に夜の間置いとくとか、そういう養生をしてあげた方がいいですね。はい、はい、こんな感じです。はい、長い根っこありますんでちょっと切っていきます。はい、ちょっと太めのやつを切って、うん、細いやつを残すような感じですね。あ、この木は挿し木なので、の根を切っても周りにいっぱい出てますから大丈夫だと思います。これが山木とかだったらちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、はい、ちょっと長いのも腐っちゃうだけなんで、うん、ざっとこんな感じです。はい、もうちょい下に下げられる、下げられると思います。うん、で一回ちょっとこれで
どっちか検討しますね、はい、どっちも入りそう。これうん、そっちもちっちゃいんだ。こっちの方が合うかな。この製法だとストンと、下に下がってるような感じなんで、うん、まあ、ちょっと印象は少しまだごついな、うん、でこっちの方が飾りありますけど下がすぼまってるので印象としてはこっちの方が合うんじゃないかな。うん、ね、スキーしますね。そうですね、こっちにしましょうか。はい、今回はこの鉢もですね、この足を前にするって考え方とここの面を前にするっていう考え方があって、うんうんうん、基本的にはここの足がセオリーとした、まあ、無難なんですけど、はい、今回ちょっとバランス的にちょっとここの面を前にしようかなと思います、はい、じゃあ植えていきましょうか、はい、でちょっとさっき入ったのでもう少しだけ綺麗に落としたいと思います、はい、ただ今もね さっきも言ったように適期ではないので、はい、あまり落としすぎないようにはしたいんですけれども、うん、上の方の土が若干硬いのでそこだけほぐします、はい、水が流れなくなるから、そう中に入っていかないんで、うん、そしたらちょっと粗めね、粗めでこの鉢にしては粗め、はい、やつ細かい土これぐらいかな入れていきます。はい、このぐらいのバランスかなと思います。じゃあ止めていきます、ね、はい、じゃあ細かいの残り入れてって完成という感じですか、うん、どうですか、リツカルトの状況は、盛り上がってますか。初年度からちょっと説明すると、初年度はやっぱりコロナの最中だったんですね、うん、第2波がもう本当に始まるっていう時だったんですよ。1回目がなので、まあみんなね、インバウンドはまだ復活もしてないし、日本人も外出控えろっていうような感じだったので、その中でも好評いただいたんですよ、うん、それがあっての2回目だった、去年ですね、2回目やって好評で、で今年も完全にインバウンドは復活したし、日本人の方もすごい活発に動くようになってきたので、うん、もう本当にもうあれね、当日は食べれないんですよ、事前に予約しないと。あ、そうなんですか。そう、それぐらいすごい人気いただいてて、土日は基本的にやっぱり日本人の方が多いですね、昼間は。うん、平日は外国人の方もいらっしゃって、すごい盛況をいただいてます、はい、リツさんに来ている方って宿泊の方ではだけではないんですね。なんだ、スパとかそういうのに通ってる方もいらっしゃるので、うん、そういう方からはやっぱり普段リツを知ってる方なので、いつも花があるところに盆栽があると、あ、やっぱりいいわねっておっしゃっていただいたりとか、毎年楽しみにしてくださっている方がいらっしゃったりとか、うん、そういうのが非常に好評いただいている状況です、うん、やっぱ人増えました。あ、もうやばいですよ、もう席数も増えてるし。あ、そう、1年前より。はい、こんな感じで行きました。はい、じゃあちょっと鉢拭いてやりましょう。はい、ベビーオイルがついてますか。はい、入ってるんでちょっと光沢が出ます。はい、やります、はい、今回は、針金掛けがメインでした、うん、ただ、以降大きな点は今までの正面じゃないところで見ると違った見え方ができて、はい、で新しい正面としてこっちにしたので、自分で可能性を見つけてみようみたいな感じで思っていただければいいかなと思います、うん、でまずはこっちにあった太い枝を抜きました、うん、その後にちょっと針金をかけて差し枝を作って頭を作って、そういうような針金掛けですね。で最後に植え替えをしました、うん、この後の展望としては、この木もまだシャリができてないです。なのでシャリをしっかり、彫刻刀とかで引いてあげると
もっといい木になると思いますし、価値もどんどん上がっていくと思います、はい、であとは先ほど言ったようにここをもう少し葉っぱの量を、充実させてあげると、うん、よりがっちりとした、いい雰囲気の木になってくると思いますので、そういう楽しみを持ちながら育てていっていただければなというふうに思います、はいはい、でこういう素材が結構いっぱい入ってますので、うん、この辺にいっぱいありますから、うん、ぜひ自分で探して、これだっけ、なんかどれかいいなと思ったんで、これかな、これもいいっすね、これいいよね、ここちょっとさ、間空いちゃってるけど、ここ穴作っていけば、これをさ、これを差し枝にで、これちょっと持ってこれない、これその後ろのやつを、あーいけるかも、ここに持ってきたら良くない、いけるかも、あそうって思いました。そしたらちょっとこれね、分けて、確かに相当高くなりますよ。いい着眼点で。ありがとうございます。で、あとは木の鉢のゾーンにも、下方の鉢がありますので。鉢。あ、そういうのにね。入れれば。入れれば。かっこついてくるじゃないですか。なかなかこのぐらいの大きさで見つからないんですけど、うん、買ってきたので在庫ありますので。はい。これじゃなくてもこういうのを使いたかったらうちに来ていただければ。わかりました。あります。数あるんですか？あ、まだあります。あんま置いといてもあれかなと。そうそう。高木さんがすごい木をね、お掃除してますけど。次回予告？次回やります。次回これやる？はい。らしいです。いや難しいでも。はい。はい。という感じです。この針金掛けの動画いいと思いましたら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。お願いします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. Thank you.バイバイ。ありがとうございました。はい。明けおめ。明けまして。そうだ。そうなんですか。わかんない。あれ。何回も撮ってますね。撮ってないよ。あれ撮ってなかったでしょ。一回来たか。そうね。明けまして。はい。今週の。はい。京志郎。今週の京志郎は。あ、そうだ、年末にやったやつがあります、うん、あ、すいません、じゃあ後で持ってきます後でじゃあ見せてください、はい、風が強くて木が落ちました。あ、すごい強風だね、今日は。やばいですね。今週の京志郎でした。なんか俺が割ったみたいになっちゃった。今週の京志郎。はい。植え替えとか作ったんですよ。うん、ああ、見たことある気がする。地正面？そうですね。おお。これを。すんごい逆光。逆光。逆。すごい逆光。これ最初針金かけたんですけど。うん、最終的に植え替えもやりなさいと言われて植え替えもしました。やってましたね。なんか枝がもっといっぱいあったんですよ、ね、こっちにもありました。これを切っちゃって、そう、こっちが一枚だったんだよね、はい、そうです、そうだそうだ、はい、それを大改作したんです。え、なんですか。やめてください。大改作、大改作、いやいや、大改作、改作じゃないですか、改作、はい、ですね、っていう感じの年末でした、私は。すいませんでした。1月1日来なかったな。いや、来なかったんじゃなくて、行けなかったんですよ。電車、大体年末年始ってやってるじゃないですか。そうね。やってるもんだと思って。とりあえず、電車調べようと調べたら出てこなくて。終電の時間なんですよ。終電の時間に大宮に行けないから。おかしいなと思って、JR 年末年始、運行状況調べたら、湘南新宿と埼京線は運行しませんって書いてある。あ、そうなんだ。これで神田さんに、スクショして、これ、行けないっす。っていう感じでいけなかった。でもあの動画見て寂しかったでしょ。寂しかった。あ、大和田さんいると思って。そうなんかいた。いいなぁと。じゃあ今年も1年よろしくお願いします。お願いします。